はい、おはようございます。土日とかっていうようなことで休みがありませんので、曜日の感覚っていうのは、朝のラジオとそれから、ある時とない時ありますが、 NHK のええとこの収録と、そして同じく NHK 大河ドラマを見るっていうことなんですが、ちょっとまた昨日は大河ドラマは見られませんでして、朝起きて月曜日やなという感覚なんですけど、昨日の夜はね、とっても美味しい、しし鍋を頂戴いたしましてね、しし肉の美味しいの全然臭みなくて、味噌でお鍋をしまして、缶ビールも赤ワインも美味しかったですね。いやいや、体重は111.6 になってしまっておりました。1キロ以上増えてしまった、しゃあないですね。でも獅子肉は健康的だって言いますからっていうのは、自己弁護でございましょうか。今日も行ってきます。おはようございます。